ユピテル、静岡新聞 SBS レディース初日、14日、静岡カントリー浜岡コース、静岡県、6385ヤードパー72、国内女子株ステップアップツアーの第1ラウンドが進行している、最終組が前半の競技を終えて、中村果ての、古谷翔太、山田成美が3アンダー、首位に並んでいる、1打差4位に吉田由美子、 2打差5位タイには若林舞子、服部真由、長島カノン、山田綾穂、ルーキーの正田夢の、アマチュアの星野るなラ9人が続いている、レギュラーツアー通算5勝の渡辺綾香はスタート前に棄権した。